はい、豊島区の皆さんにお伝えしたい、情報です。関節がですね、なんか緩いな、関節がいつもなんかふにゃふにゃしてるな、安定しないな、体が安定しないなというふうに感じている皆様にね、本当に、いい情報だと思います。これはですね、出産、麻酔、事故、強い恐怖感だとかね、感情の、瞬間にですね、関節の靭帯が緩んでしまったのを、脳がそれをまあ良しとしてしまうという現象です。これは治さない限り一生続いてしまうので、それを守るためのシステムとして筋肉を緊張させ、自律神経を緊張させるという、まあ誤作動が起きてしまう。それを4年前にね、発見して、それを解除する方法を見つけてきました。ただ、それをまた守るためのね、いろんなシステムが、体をに緊張を生んでいるというのをまた見つけて、まあ腕の緊張であったり、足の緊張であったりですね、頭蓋骨の守るための緊張であったり、これは本当に普通の整体問題ね、運動しても取れない問題なんですね。脳の納得感がいるという現象です。これがあるとですね、まあ常に疲労感に苛まれ、そして気力が奪われて、そして酸欠状態になっていくというね、まあ本当に悪循環に陥っていってしまいます。まずやるべきことはですね、脳にこの関節の靭帯の緩みをね、しっかり戻すような信号を送り返すという、そんな世にも不思議な整体をやっています。コロナの影響でですね、なかなか東京にまであまり出ていけないんですけども、また出ていくように心がけ、そして今回、靭帯の緩みに関してはですね、遠隔施術がね、できるということをちょっと今手応えをつかんでいます。まあ、カナダの方にね、ちょっと協力をいただいています。ぜひね、それが可能であればですね、また皆さんとに、その遠隔で施術もね、やらさせていただきたいなというふうに考えております。よろしくお願いいたします。